はい、実践不動産投資塾塾長のキクちゃんです。今日はですね、中古マンションについてお話ししていきたいなと思います。中古マンション、振り返ればね、中古マンションについてはあんまり話したことはありませんでした。というのもね、収益で考えると、まあ、僕が住んでる田舎、まあ、兵庫県の明石とかなんですけどね、まあ、そのあたりは、まあ、収益をどうしても追い求めていくと中古の戸建てっていうところに行き着くんですよ。ですので中古のマンションというのはあまりね、こう、まあ、検索対象外だったんですけど、まあ、この動画を見てもらってる方にはね、中には大阪の方、まあ、東京、あと名古屋とかね、福岡とか結構都会の方もいらっしゃるということで、中古のマンションについてお話ししてくださいっていう質問が来ました。そこでね、僕は中古のマンションを買う、実はね、中古のマンション過去ね、一度だけ買ったことあります。もう手放しちゃいましたけどねまあいいんですけど、中古のマンションをね、買うときに一番大切にしているポイントっていうのをね、お話ししていきたいなと思います。それはですね、はい、これです。中古のマンションを買うときのポイント、配管ですね。これはね、僕一番重要視しています。これ僕だけじゃないと思うんですね。皆さんね、建物の配管っていうのは気にされたことあります？日々ね、配管といえば、例えば上水配管とかね、上下水の配管ですよね。あとガス管かな、まあ、この辺ぐらいがね、一番メジャーかなと思うんですけど、当然マンションには配管が走ってるわけですよ。毎日お風呂入って洗濯してご飯食べて炊事してってしたら、当然そこに排水を流していくわけですよね。当然また浄水が流れてくるということなんですけど、この配管の状態をねチェックしないと、入った後結構意外な費用がかかったり、あとメンテナンスがものすごく大変になったりすることがあります。過去ね、まあ、僕の、まあ、塾生の中にもね、中古のマンションを買ってる方がいるんですけど、その配管のね、あの状態がすごく悪かったみたいなんですよ。それによってすごく、まあ、苦労されている方がいますんでね、その方とのお話の内容もね、合わせてちょっとお話ししていったらなと思います。まずね、配管、まあ、いろいろ種類があるんですけど、特に重要視するというか注目するところは、まず一つ目、材質ですね。配管の材質で言いますとね、たくさん種類があります。まあ、ざくっとお話しするとね、金属か非金属かっていうふうに考えてもらったらいいかなと。水道用亜鉛メッキ土、亜鉛メッキ配管とかね、水道用硬質塩化ビニールライニング交換、ステンレス交換、水道用、ポリブレン管、あまり聞き慣れないと思うんですけど、要はね、材質が、まあ、プラスチックか、要はあの鉄かっていうところで分けてもらったら、分かりやすいかなと。で、新しいタイプはね、比較的ね、非金属の場合が多い。プラスチックというか、まあ、ね、非金属の場合が多い。まあ、理由はいろいろありましてね。金属だとやっぱりね、錆びます。どうしてもね。どれぐらい寿命があるのかって言いますとね、まず一番メジャーというのが古い、築ね、30年、40年、50年っていうのはね、亜鉛メッキ交換、亜鉛メッキでできている分があるんですけど、そういった分の寿命っていうのは一般的に15年から20年と言われてます。20年経つとどうなるのかと言いますと、はい、ここに動画出します。はい、こんな感じになりますね。汚いでしょ。なんかこう配管の中がね、こう膨らんでね、腐食して、そこを皆さんが飲む水道水、要はね、飲料水の水が流れてくるわけなんですけど、そんな状態でね、使用してると、水道管をひねった時にね、赤茶色の水が出てきたりします。日本ではね、あまり、まあ、最近の古い建物ではありますけど、ああそうそうそう、古いマンションでも水を流さずにずっとね、使わずに放っておくと赤茶けた水が最初に出てきたりするんですけど、そういった分はもう、メッキのね、交換、要はね、メッキの鉄でできた配管になってます。あとね、それ以外の塩化ビニールの配管、これがね、今一番多いタイプだと思うんですけど、これはね、15年から30年って言われてます。違いはって言ったら、やっぱり錆びるか錆びないかっていうところだと思いますね。あともっといいのがありましてね、
高級マンションなんかに使われているステンレス交換っていうのもあるんですけど、これはもう半永久的にねステンレスのですのでね、錆びることもないですし傷むことはないのでね、半永久的にねパッキンの交換だけでいけたりします。すいませんね、ちょっと間違った情報を言わないようにね、ちょっとモニター見ながら喋りますね。配管の交換は誰がするのって言ったら、当然ね買った飼い主さんがするんですよ。自分自身がね持っている部屋の配管っていうのは自分自身がするっていうのが一般的ですね、でやっぱりねマンションの場合一番注目してもらいたいのはさっきの材質っていうのもそうなんですよ。築年数ね、大体30年以上経っている場合は鉄でできていることが多いので、そういった分は配管にをいつ交換したのか、また配管のメンテナンスはどうされているのかっていうのをね、あの買う不動産屋さんに聞いた方がいいですね。あとね、まあこれ僕含めてもそうなんですけど、不動産屋さんって意外とねこの配管のことってねあまり知らなかったりすることが多い。あとね不動産屋だけじゃなくてリノベーションやってるリフォーム業者もね配管のことを聞かれるとねちょっとんってこう詰まることが多い。というのはねやっぱりねなかなか配管のことっていうのはね目に見えない部分ですので、すごくやっぱ判断が難しい部分になってきますので、買う方としましたらね、中古のマンションを買うんでしたら材質と築年数、この辺でね鉄が使われているかどうかっていう部分と寿命はさっき言った大体もうそれ全部ねこちらに表の方貼っておきますね。寿命の方もね考えて、買われた方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとね費用がどれぐらいかかるのかって言いますとね、施工できるできないっていうのはまず第一前提であるんですけど、まあ一般的に施工するとなると、まあ、配管を交換するとなると大体50万から100万ぐらいのねマンション1室あたりのね費用がかかってくると言われてます。これはね状況によっても変わってきます。あとね配管の交換、これはねあの最近のマンションっていうのはね、ここ10年ぐらいのマンションかなっていうのは一般的に配管は交換するものだということでね施工してることが多い。つまりね床があってその下にね配管スペースがあってでコンクリートがあるんですけど、でその下はね下の住居の方の専用スペースになるんですけど、新しいのはね床があって配管スペースがあってコンクリートがあって下の住居の人、あちょっと分かりにくいか、もう一回言いますね。最新のマンションは床があって配管スペースがあってコンクリートが引いてて下の住居の方、これが一番新しい台。ところがね30年以上の築年数の部分は配管をねそもそも変えるっていう意識がなく施工してるところが多いので、床があってコンクリートがあってそのコンクリートの間に配管が入ってやったりするんですよ。埋設してるんですね。そういった場合は交換は困難ですね。もう物によってはできないケースもある。だからそのコンクリートの配管を捨ててその下に配管を沿わしたりね、見える形で配管を引いたりしなければいけないケースもある。ですからねそのあたりの見極めっていうのはね、まあ素人じゃできません正直ね。この配管をプロにね水道業者に直接見てもらって配管は交換しないといけないのかどうかっていうところを見定めてね購入するのをねおすすめします。不動産屋さんはどこまでねちょっと調べてるケースは少ないと思いますね、それを調べないとこういった余分なね費用がね50万から100万っていうのがかかってくるよっていうことですね。あとですね点検口がねあるなしっていうのも結構大きいんですよ。PS ってやつですね、パイプスペース、これはね重要事項説明とかね不動産会社と契約するときにパイプスペースありますかって聞きましたらね大概教えてくれます。パイプスペースありますよってある場合はそれで材質が何なのか鉄なのか塩ビなのかっていうのが分かりますしね、大体何年前に交換してるのっていうのも全部これで分かることができますので、パイプスペースがある物件をねもし中古で買う場合は自分で、調べた方がいいかなと。あと修繕歴とかね修繕計画とかがあればそれもちゃんと確認した方がいいですよ。そういったことでね配管っていうのは人間の体でいうところの血管になってきますのでね、血管がね詰まったりとかね脆くなったりすると寿命がね心筋梗塞や脳梗塞になるわけですよ人間の場合だと。建物も一緒でね配管っていうのはものすごく重要な意味を占めてますので、そういった血管配管がね綺麗なねマンションを極力おすすめしますってことでね、今日はねチェックポイントで配管についてねちょっと長々と説明してしまいましたけど、
ぜひ参考にしてもらったら結構かと思います。ということで今日は以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はですね、こだわりについてお話ししていきたいなと思います。こだわり、皆さんね、仕事にこだわりっていうのをお持ちの方多いと思うんですけど、僕自身ね、こだわりがね、ある時はあるけどない時は全くない方なんです。はい、皆さんね、大体そうかなと思うんですけど、生きるこだわりと生きないこだわりっていうのがありましてね、時々業者さんにもよるんですけど、やたらこだわりが強い業者さん、多分社長の色だと思うんですけど、まあこうしないといけない、ああしないといけないっていうことでね、自分自身と自分自身の社員をね、縛るような感じでやる人がいます。まあそれがね、いい方向に出ればね、全く問題ないんですけど、それがね、その被害がこっちに来る場合もある。まあ何が言いたいのかと言いますとね、時には相手に合わすっていうこともすごく大切なんですよね。先日ね、リフォーム業者にリフォームの方の方をね、お願いしたんですけど、リフォーム価格を抑えるために僕はね、ある秘策と言いますかね、コツがあるんですよね、そういったことに関しても。それはね、リフォーム屋さん、当然ね、内装クロス工事屋さんですので在庫を抱えてるんですよ、クロスの在庫ね。で、その壁紙っていうのはね、きっちり決まった分だけ消費するのではなく、多少ね、やっぱりどうしても余ってくるんですね。特定の色だったり、まあそのね、当然ロール式になってますんで場所を取るんですね。そういった場合ね、僕はね、在庫のクロスでリフォームしてくださいっていうことがあります。そうしますとね、材料屋さんからすると、まあその壁紙屋さんからするとね、在庫がはずはけるわけですよ。でスペースが浮いてきますよね。あとね、やりたいように仕事ができるわけなんですよね。基本の白っていうのはあるんですけど、その基本の白一つにしても実はたくさんの種類があって、その中で在庫をね、まあ例えばこちらの方から全部指定していくと、まあクロス屋さんからしたら困るわけですよね。在庫を抱える形になりますので、歯切れをね、そういった場合ね、僕の方ではその在庫を解消させる意味でも、在庫で抱えてる色を使ってもらって結構ですよという形ですいうことがあります。これはね、なぜこういう考え方になったのかと言いますと、その材料屋さんとのコミュニケーションですよね。最初に施工してもらう時に一度会って、施工してる途中にも一度会う、で最後仕上げた時にも会うんですけど、その時の何気ない会話でね、実は在庫を抱えてしまって大変なんだっていう話をね、聞いた時に、ほんな在庫の色ね、あんまり変な色っていうのはちょっとダメですけど、まあこだわりがなければね、それを使ってもらったらアクセントポンクロスにもなりますしね、そういったことで上手に活用する、つまり相手に合わすっていうこともね、すごく大切になってきます。こういったことはね、マニュアルではなかなかね、説明しにくいので、もうほんと日々のね、相手さんとのね、コミュニケーションですよね。今からもね、内装工事途中段階、また動画撮っていこうと思うんですけど、コーヒーでも買ってね、持っていこうと思います。まあね、そういった気配りですね、そういったものもすごく大事になってきますので、ぜひ皆様ね、心に留めておいてはいかがでしょうか。以上です。ありがとうございました。